ご参集の皆様、今日はご上映をいただきありがとうございます。皆様方に少しセキュリティと、それからまた信頼に値するかどうかということを測る上での基準の標準化ということについて話をすることで大変嬉しく思っております。私はドイツのプラットフォームインダストリー 4.0 のセキュリティスタンダーダイゼーションのチェアを務めております。私たちは RRI のメンバーと一緒にどのような標準化がこの環境で必要かということをずっと話をしてきました。まあ、その環境がどういうものになるのかということに関しては、まあ、今日説明する必要はないと思います。製造の分野において、それからまたスマートソサエティにおいてどのようなものになるかということは皆さんご存知の通りだと思います。一つだけセキュリティの標準化ということで指摘をするとしたら、業界は参加者を全員接続して製造とビジネスを全部つなぐ、そしてサプライチェーンもつなぐということも非常に重要だということを皆さんご存知だと思いますが、今日のトピックに関しましては前回も私たちは取り上げております。そしてその中でいくつかの主要な課題があるという話をしてまいりました。で、この問題に関しては4つのアプローチがあります。セキュアエコシステム、セキュアコミュニケーション、セキュアアイデンティティス、そして最後に信頼性という4つの側面からこれには臨んでいるわけです。そのアプローチについて今から標準化ということで話をしていきます。そしてそれぞれ一個一個深く見ていきたいと思います。それではまずはじめにセキュアなエコシステムであります。何が鍵となるんでしょう。我々の考え方としては要件として必要なのはまずは設計段階でセキュリティを入れ込むということであります。これは製造工程にも影響を与えることでしょう。と言いますのも多くの企業がセキュリティをプロセスとして入れ込んでいません。このようなセキュリティをプロセスとして入れ込むにはまずはセキュアな環境、これの確立が必要であります。2つ目として実際の将来に向けての仕事というのはデジタルツイン、そして物理アセット両方のセキュリティが必要であるということであります。で、なぜかと言いますと デジタルツインと物理アセットの間のやり取りがあります。デジタルツインの方はデータを使ってデジタルアセットを使いますし、計測もいろいろできます。そして物理アセットの分析をし物理アセットのシミュレーションを行います。ですからこの2つの世界が共存しているわけです。もし2つの世界でセキュリティレベルに齟齬があればそれは悪い影響を施してしまうということになります。そしてセキュリティというのはビジネスチャンスにもなります。例えばデジタルツインの方で物理アセットの予想される振る舞い、これをシミュレートしてそれをデジタルアセットとの振る舞いと比較をすると、そしてその場合その2つの世界に違いがあったらアラートが発報されるようにすると、これによって保護をより今までよりも改善するチャンスになります。このような現象というのが我々の社会にも適用できます。ビッグデータがあります。そしてビッグデータを見てそして実社会と比較していきます。これが理想的なもの、これが今現実であるといったところでその齟齬を学ぶことで将来に向けての良い気づきを得ることができます。もう一つ考えなければいけないのはセキュアなコミュニケーションということであります。この通信のところのアーキテクチャのところ、
今までは閉じたネットワークだったのであまり必要がなかったわけですけれども、しかし今後は違います。もうすでに違う世界が開けています。ですから相互運用性における標準化も必要でありますし、セキュリティポリシーというところがパートナーとして入ってきていいのか、バリューチェーン全体で見ていく必要があります。またプロダクト間の協力、またサプライチェーンの中の協力といったところも見なければいけません。また明確にしなければいけないのがデータストリームに関しての検知と応答であります。 100% セキュアなシステムというのはなかなか難しいので、どこか実装したところに何らかの弱点がある場合があります。ですからそこを検知し応答する、対応する必要があるわけです。セキュアのアイデンティティも必要でありましょう。ここで分かっているのはコミュニケーションに関わっているエンティティ、それは人かもしれない、マシンかもしれないし、プロダクトかもしれないし、ソフトウェアプロセスかもしれません。いずれにしてもつながっているわけで、少なくとも一つセキュアなアイデンティティを持たせる必要があります。デバイスは複数のアイデンティティを持っているかもしれませんね。ユーザーのためのアイデンティティ、サプライヤーのためのアイデンティティということで、それぞれ興味を持つポイントが違いますから、一つのデバイスでも複数のアイデンティティがアサインされていることがあります。そういった中ではさまざまなアイデンティティを管理しなければいけないと、それ利点もあるんですけれども、しかし少なくとも保護という観点で信頼できるオーソリティ、当局が与えてくれたものという形で一つのセキュアなアイデンティティを使って通信のやり取りをするといったところが重要になりましょう。またデータの処理、またデータの連携といったところでは、例えばセキュリティドメインが異なるところに2つの会社がそれぞれ存在している場合、アイデンティティのセキュリティレベルがこのそれぞれこの通信においてどう実装されているのか見なければいけません。ですからここで重要になってくるのが相手を信頼できるかという信用性、信頼性といったところであります。すなわちどこまでパートナーから来る情報を信頼できるのか、その決定をしなければいけない基準を設ける必要があります。私は例えばハードウェアのインプリ、これを信頼信用するのか、きちんと通信の相手も脆弱性に対しての保護がちゃんとできているのかどうか、信用できるのか、また通信のやり取りする相手のセキュリティに関してもきちんと信頼でき、また検証可能なコンセプトが必要であります。すなわちサプライチェーン全体の中での信用、また完全性といったところの概念が必要になってきます。ベンダーの一員としてお客様に対してセキュリティ大丈夫ですと約束したいわけです。私がこのプロダクトに対して付加価値を提供することが、まあ、できるんですけども、しかし私の取引先、例えばプロダクトを作るためのサプライヤー、いろんな部品とかのサプライヤーですねと関わりをする中で、そういったセキュリティの約束をするためにはサプライチェーン全体でのセキュリティ、これ信頼できるといったところを担保する必要があるわけで、例えばサプライチェーンの上流において私が好ましくないと思うような、まあ、変更が加えられたという場合もあるわけなんです。ですからグローバルな標準化を作ることによりまして、セキュリティをプロダクトで実装するといったところでは、サプライヤー、またサプライヤーのコンポーネントのところまでも視野に入れる必要があります。もう一つここで
信用性といったところでは人と人のコミュニケーションとマシンとマシンのコミュニケーションでは違いがあるわけです。ここも興味深いトピックなんですけれども、人と人とのコミュニケーションの信用性信頼性というのは評判、そしてまあ直感的にこの人は信用できるかということですよね。そしてその他にも例えば予診力がどれくらいある相手なのかということを見る、そして判断するわけですね。私のビジネスパートナーここなら信頼できるかといったときに基準があるわけです。インダストリー 4.0 になりますとマシントゥマシンのコミュニケーションもあるので、マシン側でも自分がやり取りをする相手パートナーとなるマシンを信用していいのかどうか判断しなければいけないので、ですから何らかの証明書あるいは信頼される環境から得られる情報をもとにマシンの方で相手のマシンを信用できるか査定をしなければいけません。ここで ISO IEC JTC1 の方で2週間前からこの信用性に関して今使われている標準があるので、今共通項として何があるのか、そしてこの標準を将来的に国際標準化するという話し合いを2週間前から始めています。すでにお話をしたことのサマリーになりますけれども、 RRI の方々とプラットフォームインダストリー 4.0 で連携してこういった話し合いを進めていますけれども、昨日も作業グループとの方と話をしてどのような形での国際レベルでの官民協力ができるのかという話をしています。やはり左側、これは IEC、ISO といったグローバルレベルでの標準化の話であります。 IEEE、IETF こういったところが左にあります。右側の方の例は国としての標準化、団体による標準また規制であります。例えばドイツ、フランスなどにこういった基準があります。でこういったアーキテクチャを考えていく中で、もうすでに実行されている規制といったものがありますから、そういったところも見ながら私たちの標準化されたルールといったものがそういった既存のものとハーモナイズするようにということも考えていかなければなりません。ここに書いておりますように、例えば RFC の4301であるとか IEC の62443というのがありますけれども、これが業界のコミュニケーションネットワークとして標準化されておりますので、そういったタイプのものともハーモナイズしていかなければなりません。そして一番最後になりますけれども、これはドイツのグループの方で取り上げられて、そして次にどこに行くのかという話をした内容をここにリスト化しております。例えばインタードメインのコミュニケーションなんかでのセキュリティをどうするかということです。でこれに関しては RRI の同僚と共通のアプローチを取っていこうということで、このインタードメインのセキュリティに関しての標準化コミュニティを作ったところです。ということでご清聴どうもありがとうございました。非常に興味深いディスカッションをこれからパネルディスカッションで行われるというふうに聞いておりますので、私自身も大変楽しみにしております。